兵庫県新温泉町の海水浴場で今日、水上バイクの適正な利用を呼びかけるパトロールが行われました。新温泉町の塩谷浜海水浴場で行われたこのパトロールは、兵庫県と海上保安庁のほか、浜坂漁業協同組合などが合同で実施したもので、今年で2回目です。おととしに県内で発生した水上バイクの事故や危険行為を受け、県は去年7月に条例を改正し、危険行為や飲酒操縦への罰則を強化しているほか、パトロールを定期的に実施するなど安全対策を進めています。今日はおよそ20人で構成されたパトロール隊が海水浴客や水上バイクの利用者に啓発のリーフレットなどを配って安全を呼びかけました。水上バイであれば泳いでいる方に迷惑かけないとかですね、そういうルールを守ってですね、守った上で楽しく安全安心に楽しくオートバイであったりサップであったりを楽しんでいただければなというふうに思います。県によりますと、去年以降大きな事故は起きていないということですが、今後もレジャーシーズンに合わせて注意を呼びかけていくとしています。